とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ行きたいと思います。デイリーチャレンジ2のエンドの荒れ地ですね。報酬がアーティファクトとなっております。ここのね、これ、影の断片。持ってたんだけど、なくなってるのよ。またね、なくなったやつを発見してしまいました。影の断片の、まあまあまあ、あれ別パワー高くてもそんな変わりはないので、うん。まあとにかく影の断片が出てくれれば嬉しいかな。いきます。それでは行きましょう。今日は珍しく、武器をね、槍ではなくって、呪いの斧で来てます。いや、微妙な気もするよ。すっごい微妙な気もするんだけども。あ、いや、これ厳しいかな。あ、でもまあまあいいや。行こう。大丈夫でしょう。槍よりは、火力はあります。ただ、敵がね、近づいてはくるので、このビルドに合うかどうかだよね。ちょっと微妙かも。あ、でも全然倒していけんな。全然余裕で殲滅はできていってます。一応キャプテンは倒す方向でいこうか。一応ね。はい。で、今回の変更点が、30% HP 減少、そしてあぶね、あ、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、トゲね、びっくりした。あぶね。まあまあ 30% 減って、レッドストーンキューブに変わる。で、食料貯蔵持ってるってやつです。びっくりした、死んだかと思った。まあいいや、 OK。 とりあえず最初の方は、キャプテンもいないのでスーッとクリアしていきましょう。それでは中間地点ですね。多分ここが中間地点ぐらいだと思います。さっきキャプテンの名前がチラッと出たんで、上にいるんだよね。確かここ2体は確定でいると思います。うん、いるね。とりあえず1体はいる。反対側にもいるんで、なんかトゲが見えたぞ、今。だよね。トゲマジ要注意です。あぶね。あぶね、もうトゲ本当に痛い。キャプテンいるでしょ？じゃ。多分ここにキャプテンがいると思う。いた。はい。OK。とりあえず、一体だね。神秘何？ん？あ、再生持ってる。硬いね。再生を持ってるか。はい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 。なかなか珍しいやつがつきましたね。では、あと1体が、奥に、あ、おお、早速再生ついてるのがおるね。早速再生が出てきてる。OK。でも、まあまあ、トゲとかそういうのがね、出てきにくくなるので、大丈夫ではないでしょうか。まあ、硬いけどね、すっごい硬くなるけど。いいでしょ。OK。危ねえ。じゃあ、OK。で、次は、なんだ、速度 90%。 ああ、大丈夫。ナイトモードじゃないなら、まあまあ、大丈夫っすよ。ほんとナイトモード最近ほんとにね、よく出るし嫌いなんだよね。いた！キャプテンまたいました！ちょっと待て。めちゃくちゃやりづらい、ここ。場所悪！ちょっと待って。なんか、回復してんの。あ、やばい！うわー、ミスった。やばいよ、危ねえ、危ない。ダイナオが切れたね。オッケーオッケー。まあまあ、こっから。あぶねえ、お、すごいな、今の。今のすっげえな。結局、キャプテンはいなかったですね。もういないかな、3体だけ。で、ここで、エリトラ取ったら、もうクリア間近だもんね。いなかったな。
まあいいや。今日の目的は別にキャプテンを倒すことではなくって、影の断片、あれが手に入ればいいなっていうとこなんでね。頼むよ。でも確率は5分の1ぐらいなのよね。結構低め。なので、出てきてくれるかなー、どうだろう。しゃあ。こっから確かもう短いもんね。ここもうすぐクリアだったような気がする。危ねえ。ノーデスでね、クリアしていきたいところでーす。いくぞー。あれ？おー、危ない。こっちか。いや、まだもうちょっとあったか。もうちょっとあるわ。スイッチ全部押しました。もう終わりだよね。久しぶりここ来るから、ちょっと距離感がわかんないな。お？あ、あー！はい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 。正解を探すやつね。だいたいこれ奥の方にね、正解があるもんね。そうか、懐かしいな、そうだ。久しぶり来たから、全然覚えてねえや、ここ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、これちょっと待って。すごいのがおる。お、またキャプテンいましたね。珍しい。あ、いや、意外とここ居やすい場所だったかな。あぶねえ、あぶねえ、お前。あっぶな、死ぬとこやった。この先にはもういないでしょう。最後。何？あ、略奪者に変わるか。あ、全然余裕なやつが最後つきましたね。全く問題なし、クリアしましょう。おお、エンダーマンか。おお、キャプテンかと思った。違ったね。HP バーが出てくると、なんかキャプテンいるのかなーってちょっと探ってしまうんだよね。多分みんなそうだと思うんだけどね。よし、もう終わりでしょう。ね、あー、ポータルに入る。終わりだ。まあまあ、そんなにね、難しくもなく、クリアです。報酬だよね、問題は。報酬がちゃんと出てきてくれるかどうか、頼みます。それでは見てみましょう。旗は4つ取りましたね。まあ、この報酬には関係ないけど、どう？でも、OK！ 複製の書は、確かね、中途半端なやつしか持ってなかったのよ。中途半端っていうか、251以下。なので、まあまあまあ、複製の書、当たりだよ。当たりです。確かね、見てみて。複製の書は、今日手に入れたのが255でしょ。で、248と、もう一個持ってて、ほら、250！ やっぱりね、複製の書も持ってなかったんだよ。OK です。255の複製の書。まあ、これもね、そんな関係ないよね。アイテムの2倍確率が 80%。で、こっちが 78%。あー、2% 上がったわ。確率が 2%。まあその 2% が結構でかいかもしれない。はい。ということで今日はね、影の断片なくなってたんで、デイリー行ってみました。影の断片は出なかったんだけども、複製の書、出ました。まあちょっとまたね、影の断片は他でゲットしてみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。